はい、無線の翔太です。これでも一般的には知られてない体の秘密や可能性について楽しく紹介させていただこうかと思っております。はい、本日のテーマなんですけども、私自身が会いに行きたいなと思っていたですね、これですね、千葉トレさんですね、千葉トレを書いてある人、千葉さんにですね、会いに行くことができてですね、初めて YouTube でコラボが成立しました。はい、初めてですね、私自身ね、あんまり業界に知り合いがいないので、なかなかずっと一人で撮ってたわけなんですけども、初めてですね、業界の方を出てもらうことに成功しました。まあ、非常に面白い話が来てですね、まあ、実際に千葉トレを受けているシーンとかもですね、動画撮れたので、まあ、そちらの方もですね、一緒に紹介させてもらおうかなと思っております。まあ、全部で、ね、1回で流すのは少しボリュームがありすぎますので、まあ、何回かに分けて紹介できたらと思っております。で、今回の初回はですね、実際に私自身が千葉トレを受けているところを実際に紹介しております。まあ、全部はね、ちょっと長い、ボリュームとしては結構ね、2時間ぐらいやっていただいたんですけど、まあ、それの一部だけですね、ほんの一部だけになるんですけども、ちょっとだけ見ていただければと思います。で、合間合間にもですね、いろんな理論の話とかもしていただいてまして、まあ、例えば背骨ですね、背骨がどういう状態だと、パフォーマンスがあるのか、どういう背骨が理想的なのかって話もしていただいてますし、どうですね、実際に千葉さんが、まあ、担当されているあのクライミングのね、もう本当に世界トップアスリートになっている楢崎くんですね、楢崎選手の体の感覚ってこんな感じなんだ、あそうなんだと、まあ、なかなかね、あの一般人の私たちからはですね、分からない感覚をですね、いろいろと紹介していただきましたので、まあ、その辺もね、あの自分が目指すべき、まあ、イメージ像で、ね、膨らますのに非常に役に立ったのでですね、まあ、その辺もぜひね、動画の中で感じ取っていただければと思っております。はい、ということですね、まあ、ちょっと前置きはこれぐらいにしてですね、まあ、実際の、初回のトレーニングの動画ですね、見ていただければと思っております。こっち結構いけるでしょ、でこっち苦手でしょ、はい、でこっちの動きはあの右の股関節の伸展が出るんですけど、はい、左伸展出にくいです、ね、左の股関節伸展も苦手ですね。左股関節伸展に、まあ、伴う、まあ、左のやっぱり回線が出ないですね。やっぱこれと一緒ですね、はい、そこがやっぱりネックになってますね。普通にこれで、まあ、スタンドアップなんですけど、この、まあ、右と左どっちも左で捉えて立ちます、で右で捉えて立ちますっていう感覚ですね、っていう感覚です。もうちょっとやってみましょう。すごい、予想していいですか。はい、左で立つときに膝が逃げると思います。右からいきましょう。右から、はい、3回いきましょう。右で、はい、いい、はい、さあ、だけで左で立つ。わかりました、はい、ね、そうですね、大きい気がしたよね、はいはい、これなんでかわかります。なんでですかね、これ左側腰筋効いてないですよ。ああ、はい、近いんですよね。出たと思います。だから右は大腰筋効いてます。あ、だから右は乗る瞬間に大腿骨逃げないんですよ。それなんでかっていうと、右の股関節に荷重した瞬間に大腿骨右の大腰筋捕まえるからです。あ、でも左手と左足不自然なんですよ。あ、だからこう左手で上がってるんですね。本当は右で立つんだからこうなんだけおかしいじゃないですか、ね、だからこれが硬い人はこうなるんです。これ栗の鳴き声なんです、うん、でネイマール系っていうのは、うん、いうように地面の近くで手足が動いている状態不自然ですよね、うん、これがだからこうなる、うん、あ、ここで頭残ってるじゃないですか。でもこれもういっちゃう、頭残ってるじゃないですか、動いてる、足残ってる、でも、まあ、っていうふうにこの脊柱の自然な運動連鎖が適切かどうかっていう話なんですで、それが究極や僕はいつもやってこれなんですよ。要するにここに対してふわーって乗ってふわーってなった時に、これね、今脊柱がリラックスしてるのに四肢が全く浮いてて、これで安定してる。だからこれ全く腹圧もクソもないし、横隔膜がどうちゃうとかじゃなくて、これ椎体関節のカウンターバランスで安定してるんです。ああ、なるほどね。まあ、
なるほど。重力で下がってます。あいつは浮いてる、浮いてて空気みたいに動きたいっていう発想なんですね。だからそれぐらい、それぐらいもう要するにあの感覚的にはあの行っちゃってるってことです。だからもっと言ったら、もう最近のトマを見てると感じるのは、練習しなくても練習してる。はい、要するにこれは実体がありますよね。はい、ここにイメージの世界があるんですよ。はい、だからもう はっきりこうなると宇宙ですよね。宇宙的な感覚でイメージがあって頭の中で終わってる。あ、勝ったな、負けたな。いうか負けはしないと思うんだけど、頭の中で登れそうだな、登りたいな、そういう話があって、で、まあ、実体的な感覚で落とし込んでみて、はい、でこっから先の世界っていうのは、まあ誰でもある感覚ですよね。だって見えるし、水とか火とかって感情がないじゃないですか。だからこいつら意識も無意識もないんですよ。脳がないから。でこっから先は一応意識無意識がある程度存在する、本能とかがあの関わってくる。だからやっぱりこれがこう水みたいな感覚、火みたいな感覚っていうのを作るにはっていうところが実はその究極系で、それがやっぱりストレッチコールの感覚が近いもの。そしたら四肢のバランスで安定するとっていうか、脊柱と四肢のつり合いが取れると重力が消えるんですね。要するにもう単純に骨格が骨格の重さで安定してるだけだから、はいはい、自分の体の重さがなくなるんですよ。で目閉じると自分の存在が消える感覚があるんですよ。 あれなくなった、幽体離脱してる感覚になるんですよ。それが多分ここの感覚に近い。あ、なるほどなるほど。前に持ってきます。で右の手にクロスする感じで海内ですね。で交差していきます。なんか内側にここです。はい、で締めて振るって内側締めていきます。ここも一緒に締めていきます。はい、持ってきて、はい、6秒、5、4、もっと持ってきて、この足を、もっともっともっと、手も肘の内側を絞って、はい、首丸めて、はい、3、2、1回リラックスします。で、足やります。これ一緒に手を、一緒に同じ動きしながら閉じていきます。せーの、はい、はい、閉じていきます。はい、1、はい、これ5回で自分でこの恥骨の動き捉えてください。はい、この肋骨の中心、首、恥骨を安定させて、出力バランスを両方の前鋸筋入る感覚分かったと思うので、右の前鋸筋が今まで使ってなかったわけですよ。うん、右の前鋸筋に合わせて左の前鋸筋使えば、あのこの左の内転筋、大腰筋入ってくる。まっすぐの、はい。はい。1、はい。1、はい。2、はい。2、はい。3、で骨は後傾で、仙骨後傾してです。腰椎の下の方から。はい、そうです、そうです。内転が弱くなった。かかとの方とちょっとだけ上げて、指一本。はい、一回開いて、そこから、はい、この位置から、フルストレッチかけなくていいです。はい。1、はい、戻すとき腹圧抜かないです。腹圧かけたまま、はい、そうです、自分の感覚で合わせていきます。はい、持っていきます。はい、うん。はい、まず2回。はい、3、はい、3、ラスト、はい、キープ、5秒ですよ、いきますよ。もっと締めてきて、3、2、ちょっと、手下っていただいて、でその場でスキップしてください。タンタ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 ンタタ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 ン宿やってみましょうか。あ、めっちゃいいっすはい、いかがだったでしょうか。非常に、個人的には面白かったです。はい、私もね、大腰筋のトレーニングずっとやってたんですけども、それでもやっぱ大腰筋弱いと。で、大腰筋効かない理由がですね、またこの右の前鋸筋にあったりとかしてですね、あ、なるほどなと。なかなかね、いろんな発見がありまして、大腰筋をもっともっと効かすためのね、すごくヒントをいただいたと思います。で、これをですね、また今後もね、まあ、こちらの動画でも、YouTube の、YouTube の動画でもですね、まあ、少し、また紹介していけたらなと思ってますので、またその辺もね、見ていただければと思っております。で、また、楢崎選手の体の状態ですね、感覚的に炎みたいに動きたい感覚をしていると。
チーターみたいにとか猫みたいにって言われたら分かりますけど、炎みたいに動きたいって人が初めて聞きましたけども、それぐらい体が自由に動くイメージを持っているっていうことですね。なんでもっともっとねイメージを膨らまして、もっともっと高いレベルで体が自由になるようにっていうのをですね、目標にいろんなトレーニング考えたりね、分析していこうと思っております。非常にねたくさんいろんな発見がありまして、私自身もね今後のために非常になりました。まあこれね動画見ているあなたもですね、まあその動画から少しでもね、何かを感じ取って自分の成長につなげていただけれたらね、すごくいいなと思ってますので、まあちょっとでもねいいのでね、自分の何か一つ手に入れて自分のために使っていただければと思っております。はい、でこの後ね対談の動画とかもいろいろ撮ってるんですけども、ちょっとボリューム結構ありますので、まあちょっと長い動画になるんですけども、なかなかできるだけねカットしないで、お届けしようと思っております。まあそういうねタイムリーなリアルな会話をねぜひとも見ていただきたいなと思ってますので、まあ、結構ね聞きにくいこととかもちょっとズケズケ聞いたりとかしてですね、実際に千葉さんの本心みたいなのをね聞きたくてですね、いろんな風に聞いてますので、またそちらの方もですねぜひとも見ていただければと思っております。はい、ということでね、今回はこれで以上にさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。